本間金之助二代目、本間金之助から1929年1月14日は、日本の政治家、秋田県多額納税者、実業家、第48銀行、秋田貯蓄銀行格闘取り、北秋木材監査役、属籍は、秋田県平民、君四島、では国五月軍出身、山内三郎兵の三男、辻平吉の二位、幼名は、 山内義松。幼い頃より詳細があった。母親の前後出て久保田城下に来て、独力雑貨を商い、多倍剥利を主義として奮闘したためたちまち世間の信用を博した。1872年、本間金之助の養子となり、ご家督を相続し、二代目金之助を襲名。1892年以降は秋田県実業調査会、同三輪会。 秋田市教育会等の役員を務めた。貧しい家庭の子らのために、市立の福田小学校を設立したり、後の本金西部、秋田西部の前身となる、本金商店等を運営。また、官礼時代人後より、第48銀行の頭取が、長年空席となっていたが、1907年7月に、本間が就任、旧秋田銀行と共同で設立した。 秋田貯蓄銀行頭取と共にいずれも没するまで、勤めた。1929年1月14日死去。墓所は秋田市の巧明寺。住所は秋田市大町。ありがとうございます。